11時半までだよね。こんばんは、どうもん。まさむねさん、ファンレベル18、ありがとうございます。こんばんは。2回目のお風呂行ってきた？今日2回入ったろ、お風呂。こんばんは、どうもん。カニのカチューシャしてない。あれ、可愛いから、週4くらい。週4をほぼつけてる、それは。いいよ、カニの人になっちゃう、そしたら。こんばんは、どうもん。リップ塗るわ。え、タブルさん、こんばんは、たまん、こんばんは。リップ塗る。こんばんは。ゆうさん、ファンレベル14、あいつます。あいつね、ありがとうございます。かっこいいかも。リップこれ、リップ。こんばんは、どうもみんな。キングリッター、ありがとう。あのリグギフトもありがとうございます。こんばんは、たまん。こんばんは、やっほー。初見です。違うでしょ。違うでしょ。こんばんは。地の方強いな。もう55万ポイントか。ちょっと負けたくないな。1目指して頑張りたいです。今週スーパーのぞみ2号さん、ファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、たまん。こんばんは、やっほー。こんばんは、どうも。こんばんは。よいしょ。どうも、どうも。こんばんは。こんばんは、やっほー。こんばんは。ご飯食べてきた。ヒヤンと一緒のもずくキムチ食べた。ホルモンさん、エンジェルクマ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。もう今来た、ありがとうね。ありがとうございます。こんばんは、どうも。どうも、どうも。アルリーグギフト、今日も10時まで投げれるんで、よかったら持ってる方投げてくれたら嬉しいです。30秒視聴でチャレンジから受け取れます。今カレーうどん食べてる。カレーうどん美味しいよね。カレーうどん好きだよ。こんばんは。もずく酢プラスキムチ。もずくプラスキムチ。もずく酢プラスキムチかな。もずく酢、もずく、あの酸っぱいもずくだよ。サンファイズみたいな、その、そう、それもずく酢プラスキムチ。ちょっとキムチも酸っぱいけどさ、もずくの酸っぱさもある。あのお酢の酸っぱさ、美味しいよ、もずくキムチ。2度目の方、ありがとう。わたまん、カルディのやつです。もずくキムチ、この前行った時、カルディ行った時に気になったから買ってみた。じゃあ絶対ダメ。何、酸っぱいのダメってこと。2度目の方、ありがとう。こんばんは。あら、今日投げる。アールリーグギフトは29日まで投げれます。29まで投げれます。29の22時まで。それまでだったら別にいつでも大丈夫。でもなんか10個貯めても別に、あのこれポイントじゃなくて個数だから、ランキングが。なんか10個で投げたら、あの、
1. 何倍になりますよ、いたねツアー、これ関係ない。よかった、まず438人、そうそうさん、今月もありがとうございます。ナイト、ナイトね。どう、こんばんは。カレーうどんのカレー抜き食べてる。それうどんだな、ただの。ただのうどんだ。あ、どうもの方、ありがとう。は？お酢もキムチも苦手？ダメか。どっちもダメか。絶対無理だな。お酢とキムチ。キムチってつついた時点で無理か。両方ダメなのね。こんばんは、どうも。こんばんは。アロリーウィークのありがとう。キングリットもありがとうございます。花イベントは特に対象ギフトないの。何でも大丈夫です。ギフト。もうキングリットだったら、タレントのジャンルの、あの月間と週間のランキングに、あの、プラスでキングリットの分が、半分？キングリットのポイントの半分がつくので。グリッドの方がいいかも。キムチ、あ、漬物苦手だけどキムチはいける。漬物苦手だけどいけるキムチは、あ、確かに漬物とキムチはちょっと違うか。キムチ大好き、漬物も好き。まあまあ、キムチは、おいキムチが一番好きだね。まあまあ、あ、もずく苦手なの？もずく好きなんだよね、私。美味しい。なんかいい。もずくスープが好き。あの、小学校の時とか、給食で出てたもずくスープがめっちゃ好きだった。こんばんは。もずく。みんな出なかった？給食で。もずくスープ。好きすぎてさ、あの家でお母さんに作ってもらってた。もずくスープ。好きだった。初見です、違うでしょ、違いますよ、あなた初見じゃない。こんばんは。冷蔵庫にキムチ入ってたら誰だよって叫びたくなる。そんなに、そんなに嫌いなのキムチ。相当嫌いだな。出なかった？もずくスープめっちゃ好きだったんだよね。どうもの方、ありがとう。こんばんは。どうも。コメントがさっきの枠の。こんばんは。どうも。どうもの方、ありがとう。こんばんは。どうも。このイベント1位の方めっちゃ強い。1位なんで目標は頑張ろう。キラボシだけでも投げてくれたら嬉しいです。キラボシも大事。こんばんは、どうも。ふるさと納税で頼んだやつなんだけど、1キロだったから結構いっぱい入ったやつ頼んだんだけど、だいぶ食べた。もうあと、まだでもタッパに移し替えてさ、ちょっとずつ食べてるんだけど、冷凍の明太子でさ、タッパにも結構入ってるけど、タッパにちょっと入ってて、冷凍のやつがあとちょっとになってきた。あと少し、結構食べた。どうもわーん、どうもーん。アルリウムとありがとうね。ありがとうございます。たまーん。なんかカラオケ歌おう。何がいい歌の？
ームとかリップすぐ取れちゃう。大丈夫か。何を取るか。早く彼女覚えるわ。今彼女をね覚えてるの。猫耳のやつ歌う。モアセブリッコか。モアセブリッコ。2度目の方ありがとう。こんばんは。うぶさんが暴れてる。うるさい。2度目の方ありがとう。こんばんは。よいしょ。OK。マセブイクいた。これ、最初歌い出しの。チューする？ありがとうございます。
こんばんは、とも2度目の方ありがとう。チームアットマークリンリンさん、ファンレベル19、あいつます。ね、こんばんは、とも。チュールするバイブ。チューするじゃなくて、チュールする、なんでそれ。アルさん、ファンレベル18、あいつでます。ありがとう。イノパチパチありがとう。かわいい、ありがとうね。ありがとうね。かわいい猫耳だった、あ、よかったよかった。よかったわ、かわいい猫耳で。絶対渋谷に行こうだ、絶対行こう。1位なろう、1位に。1位目指せ、1位だよ。なんか特別審査員賞もあるけどさ、ん、審査員特別賞か、いつも逆で言っちゃう。審査員特別賞もあるけど、わかんないからね、選ばれるか。1位目指しましょう。1位目指したい。みんなキングリッドありがとうございます。たくさんありがとう、ありがとうございます。ふふ、さんが猫じゃらして遊んでるわ。チュチュールあげてた？チュチュールあげてないよ。チュールはご褒美ですから、あげません、そんな簡単に。そんな贅沢な猫になっちゃダメだ、ブブさん。こんばんは、どうも。こんばんは。たまん。うん。やほん。猫じゃらしにしと。どういうことよ。なんで？猫じゃらしにしと。ピンさん、Rリーグたくさんありがとうね。ありがとうございます。初見です？違うでしょ？違いますよ。違いますよ。うん。こんばんはー。たもん。たもんとも。こんばんはー。やっほー。ブーさんがずっと走り回ってる。ブーさんが猫じゃらしとしか遊んでくれないから、ずっと猫じゃらしでね、遊んでんの、そこで。走り回ってうるさいよ。うるさいよ、ブブさん、静かにして。こんばんは、キャナツさん、リンボさん、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、どうも。ハムにカニ2杯与えてしまった。そんな贅沢させちゃダメだった？いいでしょ、私はいい。ブブさんは贅沢だ。私はいいってことにしとこう。そうしとこう。こんばんは、どう？ブブさんは、そう、毎日チューラー食べるけど。じゃあカニ2杯いいでしょ？そんな毎日カニ食べてるわけじゃない。いいじゃん。ってことはいいってことだ。そういうことでしょ。こんばんは、どうも。こんばんは、やっほー。まん。みんな今日もRリーグたくさんありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。こんばんは、やっほー。ふさん。浮いて、浮いて。ブーさん置いて。さっきブーさんブラッシングしてあげた、軽く。さっき抱っこした時さ、毛がやばくて、めっちゃついたから服に毛が。だからブラッシングしたい。チューしたかった。てか、なんかブラッシングしてる途中で逃げていっちゃった。嫌になった。なんか狙ってる。なんか狙ってる目してる。ん？でもないよ、ここ。何を狙ってた？ニラに多いとこういうのさ、金さん。確かに、うち金さんだと。ありがとうね、用意にあげてくれて。ありがとうございます。ありがとう。楽しみ、カニラの、連絡来るの。ギフトランキングのさ、カニのやつ来る。こんばんは、うん。スマホ越しだけど、どうしても京香ちゃんに手を振っちゃう。スマホ越しで手振ってんの？かわいいな。あつまの方ありがとう。こんばんは。
なんかリップがね、すぐ落ちちゃう、これ。やっぱこのリップダメか？なんか9点で買ったやつなんだけど、もうすぐ落ちちゃう。上からグロス塗ったら落ちにくいとかあるかな？ないかな？グロス塗ったら。ただいま？おかえり。おかえり。グロス塗っとこう。硬いな。GD 配信行ってきた。タムのコメントさばきのスキルは飛行の料金近い。どういうことよ、どういうことよ。決めた？ JD の方と配信。苦しい。これでちょっと落ちづらくなるかな。そんなことないのかな。こんばんは、どもん。しづらくなるとよいしょ、どうもいい感じですね。2位の方とちょっとずつ差が縮まってる。ありがとうございます。カニ食べてるのかな。誰がカニ、誰が頭の方。ありがとう、こんばんは、こんばんは、どうもみんな、こんばんは、どうも、やっほー。おへん、ありがとうな。リップかい。今、カニ食べてないよ。食べてない。キャラキャラどうぞ、ありがとう。はい、ね。こんばんは。どうも。今日はカニの話題少ない。確かに。お、カニ終わったからね、もう。いいの、カニの話題少なくって。もう、終わりましたか。マクイザシさんファンレベル18、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。お父さんがくしゃみしてた、聞こえた、拾ってないから。はい、何その泣き方、初めて聞いたんだけど。なんで泣けるか、かわいって言ったのか。なんか言ってたブブが、聞こえた、泣いてたブブさんが。ブブさん、あら、こっち来たの。言うてた。ヤホーあるよ、ブーさん。ブーさん。ヤホーで釣れないかな。別にしないけどな、今日ここに。何が始まるのかな、キャンキャン撮影。どういうこと、何がこのイベント、イベントは渋谷に広告モデルで出れるオーディション。ふさん、やるよ。ブブさんつってるよ。ブブさん、あれ涙出てない？涙がいっぱい出てる。ブブさん、なんか毎回涙がいっぱい出てますよ。渋谷に広告モデル、そうだよ。そうそう、イベント。
ふふふ、さんこれ見てる。無視する。新入会で。降りてっちゃった。イベント始まってるよ。18時から始まってる。ふさん可愛いっしょ。逃げていっちゃったよ。嫌だった。なんか偉いぞ、ブブさん。ブブさん寝た。床で寝てる今。うん。ブブは遅めの動きに反応してる。え、それ。チュラ毎日あげない宣言したからすんだ。チュラ毎日あげるものじゃないでしょ、だって。夜毎日は贅沢すぎるぞ。そんな猫になっちゃダメだ、ブブは。そんな贅沢な猫になっちゃダメ。こんばんは、あんたも。うん。みちゃん負けた。ホークスリーグ、あ、そうなの？優勝したの？全然わかんない。見てない。頑張ってください。ありがとう。ありがとうね。猫じゃらしとか素早くゆっくりの方が反応しよう。しそう、ブブさん。え、素早いのも結構反応するよ。結構、もう顔、めちゃ、こう目で追ってる。左右に。こんばんは、どう？たまたま。よいしょ。うん。こんばんは。もう落ちてないね。みんなキングリッターありがとう。ありがとうございます。2度目の方ありがとう。こんばんは。どうもん。こんばんは。3位か。今そう3位なのよ。3位、2位の方とね、だいぶ近づいてきた。1位の方がめちゃ強いね。追いつきたい。どうにか1位になりたい。このイベント、エカフローリングだよ。フローリングです。こんばんは、どうも。はぁ。何だったっけ？あ、あれか。おませぶりっこか。記憶力。忘れてた？こんばんは、どうも。何じゃ。まだ2位目指したいね。お母さん気持ちいいんだね、冷たくて。確かに床でよく寝てるわ。ソファーの上に乗せてもね、よく床で寝る。多分床が冷たくていいんだろう。こんばんは、どうも。ユミファブリック。本当のさっき歌ったやつ。え、そう。忘れてた。何歌ったか。こんばんは。うん。Give me five。ありがとうね。はい、こんばんは、どうも。ブさん戻ってきた、こっちに。またここで寝てる。脱ぐんだ。
ファンレベル19、ありがとうございます、ありがとう、はい、初オマの方もありがとう、こんばんは。ファンレベル12、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、みんなパチパチありがとう、ありがとうございます、ありがとうな、話をありがとうパチパチありがとうございます、ありがとうありがとうな、満点よいしょ、ありがとうございます。ファンルーム見てきたけど特別賞に引っかかりそう？いやでも1位狙いたいよ。だって特別賞はさ、まあ、わかんないんだもん、その。わかんない。ゼロもありますから。ゼロから1人だったから。選ばれるかさ、わかんないじゃん。だから1位狙いたいよ。どうせなら1位狙いたいです。こんばんは、どうも。やっぱり五臓六腑、イカ略。イカ略来た。重力サイト。ハイタッチって入力すると、こうやって出てくるけど。これ、え？これ何？出てくるけど絶対違う。絵文字なんだろうね。私もよくわかってない。これハイタッチの絵文字なのそれ。知らなかった。わかんないそれ何の絵文字か、ね。よくわかんない絵文字いっぱいある。iPhone の絵文字。なんだろうね、わかんない。俺もゴゾロップに怒り役。セットなんだ、そこも。一緒に渋谷行こうな、渋谷行こう。みんなで行こうな、渋谷。渋谷行こうな。なんだよ、これ。渋谷行こうな。よいしょ。また椅子の足座ってんのか、ブブさん。なんか椅子の足にさ、座って寝てるときにさ、椅子の足のところにさ、顔置いてて、ブブさんが。呼吸でさ、頭がちょっと左右に揺れてて可愛い。揺れてるブブさん。頭。揺れてるのにさ。ゆらゆらしてる頭が。かわいいね。ちょっと揺れちゃうんだよね。はい。こんばんは、どうも。かわいいわ、ブブさん。ちょっと頭が揺れてる。いいよ。この、じゃあ、バンザイって入れると出る。バンザイ。バンザイなんだ、それ。あ、まあ、バンザイ、あ、確かにそんな気もするわ。最近ハイタッチした。ハイタッチする場面なくない？ある？ハイタッチするとき普段。ないよ。してないよ。ブさんとハイタッチはしてることありますけど。肉球触ってるだけ私。二度目の方ありがとう。こんばんは。だったらブブさんかな？ハイタッチしたのは。ブさんとハイタッチ。ブさん肉球ね、触るとき毎回ハイタッチしてる。ブさん
ラン打ってないの。ホームランじゃない、ボーリング、ボーリングでストライク出したとか。ボーリング私行ったことないんだよね。行ったことない。ホームラン無理じゃない。バッティングセンター、バッティングセンターはあのスポッチャにあるやつしか行ったことないよ。カレーもらいに行った時ハイタッチしなかった。カレーもらいに行ってないね。近所の人にカレーもらいに行くわけないでしょ。嬉しいよ、カレーもらいに行ってハイタッチ。どういうことよ、初見です。違うでしょ。違いますよ、初見じゃない。カニはかぶらんの。カニはまた今度かな。また今度ですかね。カニいいでしょ、このイベントで。ギネスに認定されたことないよ。あると思った？ないよ。ないです。わけないだろう。どんな質問よ。変な質問ばっかり、私のルール変なコメントばっかり、みんながボケるからずっと。ね、ブブさん、ブブさん寝てる、全然相手してくれない。カニとカエルのカチューシャはまた今度、あ、いつか被るわ、いつかいつか被ります。ブブさん寝てるよ。わしはカエルに変える。いいね、そのダジャレいいね。めっちゃ真面目やっちゅうねん。何がカチューシャ、カチューシャ今度かぶる。いつか、いいわ、いい。まだきゃ皆さんカニ、みんな好きだよ、カニ美味しい、大好き。カニ、カニ嫌いないとあんまいないじゃん。カニ食べるのはめんどくさいけど美味しいじゃん。食べるのはちょっとみんな静かになるね、カニ食べるときは。うん、カエルのイベントがあったらカエルつけますね。あるかな、その、まあまあいつかつけますよ。カエルのイベントじゃなくても、カエルとかカニのイベントじゃなくても今度つけますね。なんかつけてほしそうだから。肉がもらえる場合、牛や豚のカチューシャ買わないで。いいのよ、その、いろんなさ、カチューシャ食えていくじゃん。そんなカチューシャいらない。飲むためにカニさばいてもらえない。多分絶対しくじる。なんでそんな風に言うのよ。できるから、私だって。言わないでよ、そんな風に。キングリッターと、Rリーグギフトありがとうございます。あ、はい。Rリーグ今ないか。R リーグが総合9位だ。総合9位で、総合 S と R の総合が9位で、 R リーグだけのやつは4位。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、たくさんありがとうございます。ありがとう。パンダのカチューシャあった、アマゾン。なんで、あるんじゃない、探せば。わかんないけど。ケガニのカニ味噌最高。あ、わかる。カニ味噌一番美味しい、カニの中で。大好き、カニ味噌。こんばんは、どうも。あ、カニ味噌好き。でも最近食べてないや、カニ。美味しいけど食べるのめんどくさい。次は R のカチューシャ。R のカチューシャないよ、そんなの。はい。なんかカチューシャ毎回何、そのイベントのカチューシャ、イベントとかのカチューシャつけるってこと。もう家カチューシャだらけになってしまう、そんなことしてた。ないよ、そんなに。カニの身ほじくる道具あるの。いや、持ってない、持ってないけどな。まあいけるっしょ。あれ、割り箸でいける。割り箸で、割り箸でやってたよ。その家族分ないからさ、カニのあのスプーン、あれないから
無理マジでいける。それで初めまして、違うでしょ、違うでしょ、どこが初めましてなの、全然違う。スニーカーさんファンレベル19入ってます。赤ちゃんのカチューシャコレクション教えて。カチューシャコレクション、もうディズニーとかのやつしかないよ。ちょっと何か言って頭につける。これなんて読むのこれ、略すとき。そうやって言ったことない。47 47で頭につける。おいた、今持って持ってない、あれ石尾さんのやつだから。みんな持ってませんよ、メンバーは。こんばんは。割り箸鼻に入れてみて。家に決まってるだろ家に決まってるだろ、いいよって言うと思ったか。こんばんは。ライバルのカチューシャ自作、いいよいいよ、はいはい、いいよ。こんばんは。タラワタケガニどっちが、わかんない、あんま違いがあんまわかんない。うちも好きなんじゃん、ガニだったら。ポイタもらえなくなった。あ、みんなもらえるやつじゃないよ、もらえないよ、西尾さんのやつは。こんばんは、たもん、たもん、みんなありがとうこんばんは。おじさんまだ頭揺れてる、よく寝れるなこれで。呼吸するたびに揺れてる頭。おい、手にもらえると思ったらカニカマとか、カニのカニ缶だったらどうするの。え、もらえるでしょ、だってさ前回のさイベントのやつ鍵型的にさ、だって超豪華ズワイガニ2杯とかって書いてあるんだよ。もらえるしきっと、あもらえるでしょ。何が、何の青の衣装、あの青チェックのやつ可愛いよね。たぶんごめんなさい、いいよ寝る子はでかくなる。お父さんでかくなるのこれから。お父さんきっとでかくならないもん、これ以上。あの子供じゃないもん、もう大人だもん。ブブさん怖い髪の毛ダメに当たってない。これが入ってない、どこ行っちゃった、長い髪。伸びてきたのかな、そろそろ切らなきゃ。よろよりよろさん、よろよりよろさん、100回目のホームアーティスト、たくさんありがとう。あいてね、ブブシなの、どういうこと、ブブシどういうこと。次にタムがカニのカチューシャしてたらカニ食べ配信だなって出します。あ、その時、その時までカニは封印しようかじゃん。いや、ブブ大人だよ。だってもうブブ1歳だから。もう、大人ですよね、この1歳って。カニ付け忘れじゃないの。今日付け、もうカニ目終わってるから。終わってますから。母ちゃんより先に大人になっちゃった。そんなことない。皆さん人の年齢だと10歳くらい。いや、もっと言ってるね。ブブさん今、猫1歳だと18とかだった気がする。18。あら、20ぐらい。そんぐらいだった気がする。大人だよね、ブブ。どうやってブブに聞いてんの？タワーお子ちゃま？あ？何言ってんですか？ほんと。何言ってんのみんな。カニのカチューシャ好評だから今からつけておいて。カニのカチューシャ、次、カニ食べる配信するときまで封印しとこう。18歳ぐらいだと思うけど。何で出てたら、何のギフト投げればいいの。何でもいいよ、このイベントね、ギフト対象ギフトがないんで何でも。あ、でもキングリッターのがいいかな多分。でも対象のギフトはないけど、あのキングリッターだとあのランキング、タレントのジャンルのさ、タレントの月間と週間にプラスされるんだよ、ポイントが。キングリッターが
こんばんはーっても。ブブ殿。こんばんはって。寝てるブブさん。山田さん人間に言ったらさ、山田さん人間に言ったら人間だけどそもそも。21位は今。あつもの方ありがとう。こんばんは。どうもーん。やっほー、こんばんは。カエルカチューシャはカエルもぐもぐ配信の時カエル食べない、カエル食べる配信しない、しないしない。あとも本当なんすよ、本当21だって。何言ってんのみんな、あー本当に何言ってんですか。こんばんは、どうもー、こんばんは、どうもどうも。ランドセル、ランドセルまだあるよ、なんか押し入れにしまってあるはず。24じゃないよ、42でもない、嘘だろ、42そんなんけないだろ、21。飯とカエルどっちが美味しいの、食べたことないよ、どっちも。聞く人間違ってるって。食べたことない。ウソ、どこ行っちゃった、ウソ、どこ行っちゃった。うん、大体そんな飯とかカエル食べてるイメージつけるの、食べたことないんだから。よくないぞ、ほんとに。よくないぞ。よいしょ。こんばんは、どうも。よいしょ。チュールは何味が美味しい？知るかー、知るかー、食べたことないわ。やめてくれ。最近はちゃんと洗濯してるの。毎日洗濯回してるわ。バカにしてんな。回してる毎日。洗濯機なんか毎日回した方が綺麗らしいから。毎日やってますよ。少なくっても量が。回してるんだ。本当にバカにした？偉いね。偉いでしょ？偉いでしょ？ちゃんと回してるんで。言ってください、その。逆に毎日偉い。でしょ？コインランドリー行ってないよ。行かないよ、コインランドリー、そんな。だから、ブブさんにマーキングされない限り行かない。昔は T シャツ洗ってなかった。何言ってんの？適当なこと言うな。洗ってたよ。喧嘩しないで。お、言って、このコメントする人たちに。ほんとに。こんなこと言って。ブブに虫食べさせなよ。最低だな。食べさせないよ。カエル鶏肉みたいで美味しいらしい。未確認情報。いや、鶏肉みたいで美味しいって聞いてもちょっと食べたくないかも。いいかも。こんばんは、どうも。こんばんは。あんた変な、勝手なこと言って変なイメージつけるのやめてください。ダメですよ、そんなこと言っちゃう。え、ブブさん。何も聞いてない。洗濯機手で回してるの。ラッパーみたい。手で回してないよ。手動なわけないでしょ。これ、キョカタマコントだから、ね、どんなコントよ。初めて聞いた。あ、ゾウの方ありがとう。こんばんは。デキン兄者へ。デキン、初のデキン生まれちゃう。初見です。違うでしょ？違いますよ。ほんとに良くないなぁ。ダメだぞ、そんな嘘ばっか言ったら、みんな。ダメ。こんばんは、どうも。どっかな。こんばんは、どうも。なお。初見作業的にしたら誰者か。初見作業できんなんて言ってないよ。違う。また勝手な位置つけるから。つける人的にするってこと。検査費的にするってじゃ、なんか頭赤いのないの寂しい。赤いのカニ。いいよカニは、もう終わったもんだってカニで。なんだ、本物の初見来たのか、認めてもらえたのかと思ったのに。認めるわけないだろう。なんて初見じゃないもん、違うもん。違うもん。よくないぞ、嘘は。そうやってすぐ嘘ついて。ダメですからね。嘘つきだ。
ばんは、どうも。どうも。あと少しだね、Rリーグ投げれるんだけど。出る方くれたら嬉しいです。常に猫耳カチューシャすればいい。あ、すればかわいい。猫耳カチューシャ持ってない。これで今何のイベント、今日はじゃない、今週はあの韓国コスメの広告モデルオーディションやつです。これは1位と審査員特別賞に選ばれたら渋谷駅の広告に乗れるってやつだから、1位目指してます。特別審査員特別賞はね、0から1名だから、そもそも選ばれるかわかんないから、1位目指したいです。1位、一目標。コギュのカチューシャ配信はよ、今度やるか。じゃあバンされないから大丈夫かな。コギュって大丈夫なのかな、そういう権利系で大丈夫なのかな。保険マークですか、どういうことよ、どういうこと。本当のカニ食べるイベントはこれから。本当のカニ食べる、あ、カニ届いたらね、水着配信したら、ちょっと水着ダメなの、水着配信は絶対にしません、すいません。こんばんは、どうも。終わってくる、あるギフト、ありがとうね。あつもの方ありがとう。こんばんは、どうも。確かに権利あるのか、むずい顔で怖いからな、おばん。でもいけるのかな、コギュンとかちょっと見せるぐらいだったらいいのかな。カチューシャずっとつけてだったらよくないのかな、どうなんだろう、わかんないよ。食べんのかな、わかんない、なんか微妙だよね。だってさ、コギュのこのさ、でかいぬいぐるみさ、これ、置いてる時もあるけど。あ、公式グッズは問題ない。じゃあ大丈夫か。今度じゃあつける。今度つけようか。それもコスプレやのに水着ダメよ。ダメです。あつもの方ありがとう。こんばんは。カニじゃなくてエビが届いたらどうする、あ、それはちょっとショールームに問い合わせなきゃ。なんか違うんですけどって。なんかエビ来たんですけどって言わなきゃ。僕はコギュとオップくんのカチューシャ持ってる、私は持ってるよ。私は持ってますよ。オップくんも、コギミも。どっちも持ってる。水着ダメなのに許可ともやりたくないから。水着ダメだよ、本当に、本当にダメなんだよ。まあやりたくないけどね。水着オッケーでもやらないけど。お疲れ様です、お疲れ様。こんばんは、どうも。水着見たい、着ないよ。着ないよ。こんばんは、どうも。やっほー。どうもん。めっちゃ似てるわ。ブブ。めっちゃ嫌そうな顔でこっち見てる。こんな起こしてカニじゃなくて皿届いたらビビるよ。それは誰でもビビるよ。それは大丈夫。セーラー服のコスプレ話、セーラー服持ってない、持ってない、無理無理。水着は束縛ダメだよね、水着はね。こんばんは、どうも。ガシャントーンで嘘つくんじゃねえって言ってみて。やだやだ。一応エビはいただきますが、カニ来てますよ。もう送り返さないけどってこと、エビはいただくけどカニも送れってこと。やばい、ずうずうしい。初めましてじゃないよ、違うでしょ。ウサ刺身食いたいって、こんな贅沢な猫になったのか、ないぞ。私ひなかさんヒートテックで確かに配信してたね、懐かしい。こんばんは、どうも。どうも、うん、ブランチさんたくさんキングリートありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、どうも。こんばんは、初見さんコメントありがとう。どうも。
キョロ好きなの、ブブさん。ブブさん、どうだろう、わかんないよ。初音の方にやった。こんばんは。水着やるなら写真集で金儲けしないなら。金儲け、どうせやるならってこと。セーラー服でヨーヨー配信してみたいと思わない。セーラー服でヨーヨー、なんで、どういうことよ。ブブさん、カニよりフカヒレがいいって。贅沢すぎだろ、猫のくせに。いつからそんな贅沢な猫になったんで。ダメです、ブブさん。あげません。ブブさん。どこ行っちゃった、ブブさん。写真集出さないよ。出せよってないよ。夜ご飯何がいい？迷う。夜ご飯。夜ご飯何がいいかな？夜ご飯迷う。なんか候補があるの今。何と何みたいな。何がいいかな。待ってな。ちゃんぽん、ちゃんぽんは？どう？ブブさん。うるうるしてる。セラックでヨーヨーは、あ、スキパティック。こっちか？わかんなかった。舞台とかに、舞台今のところはないね。あの出るよってないですね。クマって焼きそばしかない。もうそれ焼きそば食べるしかないね。もう食べるもん決まってるやん。それ焼きそばだ、食べるの。決まってるじゃん、聞く前から。食べるもの。なんで聞いてきたのよ。焼きそば食べましょう、それだったら。うん。こんばんは。こんばん。マンデカ。知ってるのは知ってるけど、見たことないから。その、名前だけ知ってるって感じ。あんまわかんない。間を取って朝飯作る。あ、それもありなんじゃない。今からアイス、アイス今。今日さ、あの買い物行ってさ、アイス買うかめっちゃ迷って結局買ってこなかった。冷凍庫にさ、給食デザートいっぱい入ってるからやめるかと思って買ってこなかった。今、大分のスケバン、初めて聞いたよ。初めて聞いた。嘘だろ、大分のスケバンだったの私、知らなかった。こんばんは、どうも。こんばんは。あお。どこ行っちゃった。そういえば、みんな今日も、アイルリーグ人ありがとう、ありがとうございました。気づいたら投げれるしか思ってた。ヤンキーみたいじゃないの。あんま、あんまわかんないけど。オッケー。戻ってきた。ブブ。こんばんは、どう？かわいいスケバン。スケバンじゃないの私。やめてよ。検査詐欺許さんぜよ。わかんないよ、あんま。わかんない。ヤンキーって何？アメリカの野球チーム。ヤンキーっすかな。わかるだろ、ヤンキー。こんばんは、どう？タマが韓国様の航空で大暴力して許可タムゾを切り捨てるミラが見えます。ないよ、そんな。そんなない。死の一目指しましょう、皆さんで。頑張ろう。死の方めちゃ強いけど、一になりたい。あ、タマの方ありがとう。こんばんは。何の因果か、マッポの手先、わかんないよ。ヤンキーさ知ってるんだ、どうして。ヤンキーさぐらいはわかるしょ、誰でも。わかるしょ。それぐらいは。こんばんは、どうも。こんばんは、やはう。
うん、カメラもうちょいした何回かこれが、あ、これで、先に書かれた、これとかぶってんのよ他のことは切り捨てても特デカのことは切り捨てないでください特デカ食べたことないね、ないのよね。マサイさんファンレベル13、ありがとうございます。日本のプロ野球のセリーグ全部わかんない。もうセリーグパリーグっていう言葉知ってるけど、うん、知らない、わかんない、野球全然わかんない。今度スケバンカチューシャ、そんなカチューシャあんの？ゆかちゃん韓国でブレイクする未来しか見えない。韓国でブレイクいける？とりあえずじゃあこのイベント頑張んなきゃもう一度急いようかな、高さだ、よいしょ、これか、なんていうか、ヤンキースわかんない、日本のプロ野球わかんない、いや海外のプロ野球もわかんないよ、わかんない、私気味ない。こんばんは、どうも、こんばんは、やっほー、ホークスが優勝したの、あ、なんかさっきコメントできたわ、それで知った野球見ないかもわかんないよ、私わかんない、スポーツ見ない、野球以外も。大蟹翔平さん蟹になっちゃってね大谷さんはわかるよ、それはわかりますよ大蟹さんは誰ですか、知らない人だな、カニ、いや、ゆなちゃんに怒られるいつ怒られるのよそのコメント、カンチンは撃沈しちゃったら、そうだよ、スリーポイントシュートは知ってる、さあバスケだな、そんぐらいわかる、そんな基本的なやつは知ってるよ、さすがにそれ知らないやばいでしょ、それは知ってる、さすがにそのぐらいはわかります、バカにしてんだから、みんな私のことそのぐらいはわかるからな、やめてくださいよ、さっきトリプルアクセルも知ってるに決まってるだろ決まってるだろ、何を言ってんだ、初音の方ありがとう、こんばんは、どうも、こんばんは、やっほー、カニサレス、カニサレス、カニサレスは分かんない、何カニサレスって、ドラマンチームはサインはあるんじゃないかな、だって分かんない分かんない分かんない、私に言われても難しいよ、ないぞボクサー、そっち分かんない、全然格闘技とかボクシングとかそっちの方分かんないですお父さんが好きだね、そういうの、なんか雷神とかお正月にやってるよね、いつもチャンネル争いしてるお父さん、お父さん対あの子供たちみたいな感じでチャンネル争い笑いっていが見たい私たちと雷神が見たいお父さん嬉しい、携帯で見なよっていうの4対1でお父さんの方が負けてんのにね、奪ってくるからな両子をボクサー、ボクサー何言ってん何言ってんダジャレいいよ、大丈夫、ダメなんだってグラントさん、たくさんキングリターありがとうございます、ありがとう、はい、よし、うん、またアウト？さああれじゃん、終わってはいけないじゃん。昔はバレーボールよく見てたけど、ルール変わっちゃってからあんま見てない。あ、そうなの？バレーはあんま見てない。でもバレーいつかね、試合見に行きたいんだよね。試合。男子バレー見に行きたいな。男子バレーの方が迫力あって面白そう。雷神って怪人。なんでそれ？
あれじゃん、あれじゃん、なんか総合格闘技なのかな、総合格闘技なんか大会みたいなやつな。大晦日恒例のチャンネルバトル近づいてきて、もう本当に大変なんですから、あれ毎年笑ったいけない、復活してほしいね、笑ったいけない、めっちゃ好きだった。バボちゃん、あ、バボちゃん、バレーボールのキャラね懐かしい。なんかバボちゃんの靴下とか持ってたよ。あとなんか練習着の T シャツとか。バトニーさん、ファンレベル19入ってます、ありがとう。こんばんは。どうも。マリンちゃんとは接点、マリンちゃんとはチーム K で一緒だったかな、それぐらいかなですかね。こんばんは。泣きグリッドたくさんありがとうありがとう。こんばんは。どうも。ホロマンさん、エンジェルクマありがとう、入ってますこんばんは。どうも。あわ。ふさんずっとうろうろしてどうしたの？ああ、ふいちゃった。ふいちゃった。ふさん、やって。ふさん。呼ばれた？なんか言ってた。おみそかといえば逃走、あ、逃走中やるの？おみそか。去年やってたっけ？逃走中。逃走中好きだよ、私めっちゃ好き、逃走中面白い、見るのこんばんは。私もやるのかな、やるんだったら見る。逃走中うちの家族いんな、みんなお父さんとお母さんわかんないけど妹たちは好きだね、みんな妹と弟とと。ひかたも出てよ、逃走中無理だろ、無理だろ。こんばんは。どうも。こんばんは。ゆいゆいと出て無理だろ無理だろ私。あ、逃走中の映画、逃走中の映画ってあれだよね、いつ、あの逃走中の映画ってゾンビのやつだね、いつあるの、見るか分かんないけど、ゾンビ系あんまり終わり方が好きじゃない、なんかさ、すっきり終わる映画とかが好きで、なんかなんていうの、あのだってさ、ゾンビの映画ってさ、その人間側が全滅するかさ、逃げるかじゃん、このゾンビ全滅しないで逃げるかじゃんだからなんかスッキリ終わんないじゃん、どれもスッキリ終わるやつです。うう、逃走中うわ、逃げてない、そこにいる、泣いてた、なんか一目の方にやったのかな、気づいたらめっちゃリップ取られてる、なんでよ、違うリップ持ってこうかな、後でこれダメだ、これすぐ取れちゃう、違うの持ってこよう、とりあえずちょっと見とくか、あんまり落ちにくいリップがいいな、出たらめっちゃ落ちてる、ベリカのリップしまってこよ、このグロスとこれかわいい、あ、ありがとうございますこんばんは。どうも。去年 大晦日に逃走中の特番、え、だよね、今年あるのかな、どうなんだろう、やってたら見たい、変です、違うでしょどうでしょう、こんばんは。どうもこんばんは、やっほー、このリップ鼻の中に入れてくれ、家に決まってんだろ、なんで毎回鼻の中に入れさせたがるの、なんでこんばんは。どうもこんばんは、やっほー、うん
るうるしてるずっと部屋の中。そんな時は鳥居森のコスメ読み方って鳥居森違うかな読み方わかんないんだよね書いてなくて読み方難しい鳥居森鳥居森違うのかな合ってる読み方うんてのかな。こんばんは、どうも。私の映画は7月19日から公開されたから、あ、もう公開されてたんだ。知らなかった。終わってんのか。こんばんは、どうも。こんばんは。ラホ。そんな時やっぱ広告モデルするからね。おすすめしていかないと最近映画あんま見てないねこんばんはどうも頭の方ありがとうトコブさんが部屋の中うろうろしてる皆さんまだまだ盛り上がっていきますか煽り急だちょっともカニがなくても可愛い何笑ってんだよずっと何笑ってんだよなくても可愛いありがとうねこんばんは。アトムの方ありがとう。こんばんは、どうも。なくても超えてるね。30分で彼女を覚えておくのかな。無理かな。ちょっと明日、明後日、今週中に彼女を歌えるようにしてください。って方は、コーチ、ありがとうね。今日寒い確かに外結構涼しかったわ夕方出たら京香ちゃんは日常的に可愛いおにんご野菜まだ京香よろしくお願いしますお願いします1位なりたいね1位狙っていきましょうこのイベントすごいけどめちゃ1位の方彼女ともめっちゃ楽しみいや頑張って終わるよパパは歌おうかなこの枠最後に何がいいまあ次の枠も歌うけど枠の最後何絶対渋谷行こうな行こうな渋谷行こうな彼女って何彼女は彼女曲今週中に彼女になってくれるなんだよそれ彼女と歌う気になって書いてありがとう覚えろ、頑張るわ。サビ以外がちょっとわかんない。サビしかなんとなく。あ、さくらたんの曲。あ、そうそうそう、そうや。カニカニカニ、好き好き好き。もういいねよ、カニは。いや、もうカニ終わったから。カニのターン。アツモの方ありがとう。永遠ハート型？あいやじゃあそれ次歌うか次の。彼女とは彼女タムのこと。なんでそれ？なんでそれ？好き好き好き言えた。Thank you.
私は空間にが愛し合ってるならベタベタとくっついていよう咀嚼用にもっと油っぽく今日から恋人になりたい本当の恋人になりたい今好きだ好きだ好きだあなたも好きになるから照れてたって遠慮もしたっていい人なんて褒めてくれたよやっと二人は出会えたんだからイチャイチャとくっつきたいのよ呆れるくらいバカブルで今日こそ恋人になるよ幸せな恋人になるあやってねパチパチありがとうありがとうございますこんばんはどうもとクジラちゃんさん200回目の方もありがとうございますたくさんありがとうこんばんは目が乾燥するこんばんはどうもみんなキングリーターたくさんありがとうございますありがとう、あいつね歌ってくれてありがとう、こちらこそはじめまして違うでしょ違いますよはじめましてじゃない次はええ次のアクで歌うじゃん、延々となんだっけハート型だっけ次の歌目が乾燥するわこんばんはどうもちょっとずつ縮まってますねいいの方との差がありがとうございます嬉しいありがとうこんばんはどうもまだ目薬残ってるよこの前買ったもんこのうわ入っちゃう入っちゃう歌ってくれたら20分くらいおとなしくしてますなんでそれなんでそれめぐせさん、ちょっと待って。ブブさん、ずっとウロウロしてるわ。部屋の中探検してんの。オッケー。めぐせさせた。右目だけなんかめっちゃ乾燥する。いつもの方ありがとう。こんばんは。どうも。彼女の衣装着た彼女とも楽しい。衣装着ないよ。持ってないよ。こんばんは。どうも。どうも、どうも。いずれライダー、あ、ライダーをちょっと思い出すか。もう忘れちゃった、ライダーを。そうそう、ランキングの時間じゃあ、13位から。やりますね。13位、X メンさん。ありがとうございます。13位だよね。12位って言った私。13位。12位が、サルタさん。ありがとうございます。11位、サナオさん。ありがとうございます。10位、スーパーのぞみ2号さん。ありがとうございます。11位、なんだっけこれ。アルルカンさんか。アルルカンさん10位アルルカンさんありがとうございます9位キョーナツさんありがとうございます8位コペルさんありがとうございます7位スーパーのぞみ2号さんありがとうございます6位ティンさんありがとうございます5位キッシーさんありがとうございます4位バトニーさんありがとうございます3位、
はい、アベシさん、ありがとうございます。2位、グランツさん、ありがとうございます。そして1位が、クロマンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。ゆる配信2枠目、ありがとうございました。よかったむぞ、440人、サナオさん、初めて、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。2度目の方もありがとう。こんばんは、とも。次の枠はまた30分後、23時から24時、次は1時間する予定です。次でちょっと2位に上がれたらいいな。よいしょ、少しでも上目指して頑張ろう。お疲れ様でした、お疲れ様。次は23時からです。1時間です、次の枠。ちょっとブブさんの相手してきてあげる。ブブさんがなんかずっとね、泣いてるからさ。困ってほしそうだから。困ってあげてくる。次の枠ある。次23時からありますよ。1時間。今日ちょっと配信回数多め。今日も可愛いですね。ありがとうね。今日もありがとう。結構初許可たもね、嬉しい。ありがとうございます。目どぎしてる、アボブさん。見て。かわいいっしょ。尻尾が。尻尾がかわいいのよね、これ。どうしたの？配信そろそろ終わるから来たの？こんばんは。じゃあそろそろ一旦終わろうかな。じゃあまた次、30分後、23時からの枠で。ありがとうございました。またね。また後で。ありがとう。またね。